2024年現在、イスラエルのガザ侵攻が国際的な非難の的となっています。村上春樹さんは2009年にイスラエルの文学賞であるエルサレム賞を受賞した際に、イスラエルのガザに対する攻撃を非難し、ニュース等で大きく取り上げられました。この頃はイスラエルは現在ほどは非難されていない印象でした。今回はこのスピーチを私が要約したものを紹介したいと思います。私がエルサレム賞を受け取ることに反対する人たちがたくさんいた。もちろん理由はガザで起こっている戦闘にある。私はいかなる戦争にも反対である。私は実際に自分の目で見ることを選び、ここまで来た。私はここで見たことを物語の形に変換するかもしれないが、ここで政治的なメッセージを直接伝えようとは思わない。私が小説を書くときに心がけていることについてこの場で話したい。高い壁とそこに叩きつけられている卵があったら、私は常に卵の側に立つ。いかに壁が正しく卵が間違っていたとしてもである。何が正しくて何が間違っているのかは他の誰かが決めることである。ここでは爆撃機や戦車が壁で、撃たれる非武装市民が卵である。我々は皆システムという名の壁に立ち向かう壊れやすい卵なのである。私が小説を書く理由は、卵である個々の尊厳を浮き彫りにし光を当てるためである。物語を通じて人々の魂がかけがえのないものであることを示し続けたい。以上がスピーチを要約したものですが、村上春樹さんは同様の内容を別の場所で書いていたこともありました。僕は小説家であり、小説家というのは基本的には孤独なるものの味方です。卵が石の壁にぶつかるとしたら常に卵の側に立ちます。でもそのような酷さをどのように有効に物語にしていくかというのは、時として本当に難しいテーマになりますね。ただ僕が一つ思うのは、基本的に何よりも怖いのは個人の暴力、それがどれほど破壊的に見えたとしてもよりはむしろ組織の暴力だということです。エルサレム賞のスピーチに関しては、読者から次のような質問がありました。スピーチを行った後、自分の中の何かが変わったと思うことはありますか？イスラエルのスピーチに関しては現地の反応は複雑でした。一言では言えませんが、イスラエル側のメディアはおおむね聞きたくない部分は聞かなかったという姿勢だったかもしれません。セレモニーに同席していたカタルーニャの首長は割に暗い顔をしていました。何かを主張すれば必ず誰かが面白くない思いをします。でも僕が一番意外だったのは、僕がエルサレム賞を受けにイスラエルに行くことを日本の某新聞にイスラエルに迎合していると批判されたことでした。どうして何も確かめないで、こちらの真意も確かめないで人をそんな風に安易に批判できるのだろう。僕にとっては外国のメディアの反応よりもそういう日本のメディアの反応がずっとショックだったですね。背中から弾丸が飛んでくるみたいな。後に読者から村上さんの人生の中で一番一生懸命頑張ったのはいつでしょうかと聞かれた際に、次のように答えています。一番頑張ったのは何といっても20代の初め、借金を抱えて店をやり始めた頃ですね。それから30代の終わり、ノルウェーの森がベストセラーになって、そのお金で世間で袋叩きに遭っていた頃もきつかったですね。その後はエルサレム賞をもらってイスラエルで壁と卵のスピーチをした時かな。あの時も四面楚歌に近い孤立した状態でした。負けるものかと思ってほとんど死ぬ気でやりました。いかがでしたでしょうか？非常に覚悟のいる行動だったと思います。だからこそ心を動かされるスピーチになったのでしょうね。